こんにちは、佐藤晴美です、今はエルの撮影に来ています。はい、今日の撮影のテーマはサスティナブルチャレンジということで、これからちょっとサスティナブルなアイテムを紹介していきたいと思います。まずはこの今私が着ているジャケットなんですけども、これはなんとコーヒー豆でできていまして、コーヒー豆のリサイクルでできているんですよ。すごくないですか。全然そうは見えないジャケットですよね。かわいい。はい、そして続いて私と、ロサンゼルスのクレイさんという、ブランドさんとのコラボのビーガンレザースニーカーです。どうですか。シンプルで何にでも合いそうなデザインしました。これも要チェックです。はい、そして早坂さん。はい、今日メイクをしている早坂です。私が作っているありがとうメイクは 100% ナチュラルな処方で、かわいい、もう香りもこだわって作ってるんですけど、うん、日本の耕作放棄地とか、あとは障害者の就労施設の方たちと作ってます。あとはね、もうこれが実は晴美さんと私と同じ山形県山形の、佐藤繊維さんと一緒に作ってる、はい、シルク 100% のマスクで、すごいかわいい、保湿成分とかね、美肌成分も入っているので、うん、マスクあれ悩んでる方はぜひ使っていただきたいんですけど、この色がね、エルベチューカラーなんです。エルベチューカラー、うん、あ、皆さんモードな、ね、感じにも合う。確かに何にでも合いそうですね。でも、うん、かわいい。要チェック、ありがとうございます。はい、ということでここから私のちょっと私物を紹介します。これはね、いつも現場とかに持ってってるんですけど、撮影帰りによくスーパーで買い物して帰ることが多いので、今日もちょっとエコバッグを持ってきてます。じゃん、かわいいでしょ。そう、ちょっとワンポイントになるんですよ、この大きいロゴが。お気に入りです。はい、じゃあそろそろ撮影に戻ります。このね、メガネも土に還る素材でできていて、すごいシンプルで可愛いんです。どうですか。はい、ということで撮影に戻ります。ありがとうございました。バイバーイ。